はい、電撃オンライン編集部のメガネです。今回は、バンダイナムコエンターテインメントさんの、礼儀担当を紹介させていただきます。それでは、バンダイナムコプロデューサーの、水戸様よろしくお願いします。はい、バンダイナムコエンターテインメントでプロデューサーをやってます、水戸亮と申します。よろしくお願いします。株式会社エクスペリエンスの開発プロデューサーをしています近見でいます。よろしくお願いします。同じく開発でディレクターをしております阿高と申します。よろしくお願いします。それでは今回この、お三方を交えて、レイガントのゲーム内容について紹介をさせていただきます。はい、ではですねこのレイガントについてなんですけれども、今回バンダイナムコさんからエクスペリエンスさんにお話が、はい、なぜこのレイギガントというタイトルで話がいったのかをですね、はい、ちょっと聞かせてもらってもいいですか。はい、そうですね、始まりはですね、本当2013年の4月ぐらいなんですけれども、うんうんうん、1月にデモンゲイズが発売されまして、はい、でエクスペリエンスさんが開発してるっていうのをあまり僕意識せずにですねちょっとプレイしてて、うんうん、非常にゲームがクオリティ高くて、あ面白いなと思ってて、でそれでちょっと開発会社さん調べて、あエクスペリエンスさんがやってるんだっていうのが分かりまして、でちょっといろいろ連絡取ってみたいなと思ったんですけど、はい、あまりうちの社内でですねあまりつてがなくて、うんうんうん、どうしようかなと思いまして、ちょっとホームページをですねエクスペリエンスさんが見まして、はい、お問い合わせ先アドレスってなったんですねそこにですねちょっとメールを、バンダイナムコ当時ゲームズですね、はい、ゲームズの水戸と申しますがっていうメールを打たせていただいてですね、ちょっとお話したいんですけどっていうメールを突然したって、突撃メールが、突撃メールを、はい、そうですねそれメールをご覧になられてどうでしたか、どう思いました。前第一報が突然そのなんでうちにっていうのあるじゃないですか、うんなんですごくびっくりして、まあ、大体こうある時はうちがなんか悪さをしたんだろうなって先に立って、まあ、なんか怒られるのかなっていう感じではあったんですけども、うんうんうん、もう1点がやっぱり大体そこに行くのってユーザーさんからのお問い合わせのフォームなんですね、うん、あそうですよね、合わせてびっくりしましたまさかそこから ここに来るんだとそうですよね、はい、すいませんでしたでそこから話が進んで礼儀ガントということで形になったという。そうですね、すぐにはですね、やっぱりちょっとなかなか開発の状況、他のタイトルの状況とかもあって進められなかったんですけど、はい、まあ、長いことちょっと数ヶ月かけてお話していく中で、はい、開発のラインというか、もう調整がつきそうだということで、夏過ぎぐらいから徐々にお話を詰めていったっていう感じですね、うんうんうん、なるほど、はい、わかりました。それではそういういきさつで生まれたレイギガントの、ちょっとゲームの概要についてですね説明を、していただきたいと思います。はい、そうですね、今作はですねエクスペリエンスさんが入っているダンジョン RPG なんですが、ただ、はい、今までと違うストーリー性を出したストーリーダンジョン RPG という形になっています。で、主人公がですね今回3名いまして、はい、雨風一夜、カエルグリフィン、ニルフィニアスっていう3人がいるんですけども、はい、それぞれの主人公が、それぞれ違う舞台、うんうんうん、東京、イギリス、カリブ海という舞台で、はい、それぞれ、物語を進めていくという形になっています。共通するのはですね、ギガントという、宇宙からの侵略者なんですけども、これがかなり地球をですね殲滅しにかかってきているというふうに、それぞれの拠点で対抗していくというか、抵抗していくというようなところで物語が展開するという、ちょっと今までにない形になっています。はい、そんなわけで、レイギガントのですね、ゲームの概要、主人公3人と、その世界観みたいなところをですね、お話しいただいたわけなんですけれども、やはりですね、エクスペリエンスさんのゲーム好き、ゲームは大好きなんですけれども、としては、戦闘と迷宮の探索という部分がですね、非常に気になるんですよ。ここがちゃんとできてるのかどうかですね。ここをですね、ちょっと実機で見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、じゃあそれでは、早速ですね。これ多分ゲーム実機で見せるのってあんまないですよね。この一連の初ですよ。初ですよ、ね。はい、じゃあ嬉しいですね。早速じゃあこのゲームを実際の実機で見せていただきましょう。はい、では、注目の、探索の部分について
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはですね、ゲーム序盤の、一夜の、まあ、先ほど3人の主人公がいるって話がありましたけども、うんうんうん、その1人目の主人公が探索するダンジョンになってます、まあ、東京舞台にしてるところのダンジョンですね、はい、で、まあ、画面見ての通り3人パーティーのゲームです、うんうんうん、で、ここを歩いて、まあ、敵と戦うという、まあ、いつものダンジョン RPG って感じなんですけども、はい、今、まあ、ちょっとここでは説明しにくいんですけども、リソースを取ってしまうのでダンジョン内は、ね、先にリソースの説明してしまいますけども、宝箱に当たるものが落ちてて、これを取ることでキャラクターをいろんなパワーアップさせることができます、うんうん、で敵がこれを守ってたりとか、するので、敵を排除しつつリソースを取って敵がキャラクターを成長させるみたいな、うんうん、まあ、これはいつも RPG の普通のシステムと言ってもいいんですけども、はい、ゆっくり、まあこんな感じにはちょっとダンジョン内に会話が入ったりするわけですね。はい、今ちょっと取ったリソースっていうのがレベルアップをするためのリソースで、このゲームは敵から経験値が入るというシステムではなくて、うんうん、ダンジョン内でこういったアイテムを取ってそれを使用することでキャラクター成長するんで、今はレベルアップをするためのリソースっていうのを手に入れたっていう、これは流れになってます。なるほど。ということは普通に敵をガンガン倒しても別に強くはならない、そのままでは。そうですね、敵が出すアイテムっていうのは他に違うリソースがあって、はい、それはアイテムを取るためのリソースなんですけども、ダンジョン RPG でいうところのハクスラーに当たる部分なんですけども、はい、そのアイテムを使うことで新しいアイテムを手に入れるっていう別のちょっと遊びがあって、うんうん、そちらのためのアイテムは敵を倒してたくさん、うんうんうん、まあ、倒し続けることでたくさん出ていく、キャラクターに使っていく形になります。なるほど。まあこうやって歩いてるとちょくちょくこう、はい、パーティーメンバーとの会話があるわけですね。そうですね、結構このゲームはストーリーダンジョン RPG なので、ダンジョン内を探索している間に、主人公とそのパーティーの会話だとか、そういったものがかなり入って、ストーリー上のまあ補足もあるんですけども、ゲームのまあどういった進み方をするのかとか、うん、そういった助言も多く聞けるような、すみません、ちょっと戦闘絡みの説明に入らせていただきますけども、はい、今左上にミニマップありますね。左上、あ、右上、ごめんなさい、右上にミニマップごめんなさい、逆でしたはい、あって踏破した場所がに道ができているという形で表示されてますけども、まだ踏破されていない場所にこの E っていうエネミーのありますね、敵がいるっていう表示があって、黄色い敵が目の前にありますけども、このゲームまだ踏破していない場所 に敵がいても、それを最初から確認することができます。おー、なるほど。なので、ちょっとこの今画面には敵が1匹しかいないですけども、うんうんうん、敵が2匹いる場合は次敵がどういうふうに敵が配置されているのかっていうのを見ながら進めることができるので、どういうルートを探索するのが最も効率的なのか、安全なのかっていうのを考えながら進めるダンジョン探索になります。なるほど。で、今回のこの敵ですね、黄色の敵なんですけども、はい、敵のタイプっていうのは3種類あって、うん、まあ、ちょうど信号機みたいになってまして、はい、青い敵、黄色い敵、赤い敵、3種類いまして、それぞれ黄色、赤とだんだん危険になって、そうですよね、今黄色、まあ、止まれですか。そうですね、止まれって止まれまあ黄色なんで、まあ、ちょっと注意しましょうねっていう形の敵なんで、うんうんうん、はい、でここからもまた特徴的なシステムがいくつかあるんですけども、一応コマンド戦闘なんですけども、今ちょっと手動でコマンドの方に出させてもらいますけども、コマンド3種類今設定されてます、うんうんうん、攻撃、防御、待機、それぞれ右上にポイント560というふうになりますけども、このポイントをですね消費して、敵に攻撃を入れたりとか防御したりという戦闘をしていくというシステム、3コマンドシステムと我々は呼んでるんですけども、なるほど、そういった戦いをします。でこのポイントを無制限に消費できるのかといったらそうではなくて、うん、左上に、100と書いてあるありますね、アクティブゲージ、まあ、アクティブポイントっていうものがあるんですけども、うんうんうん、あの100の中からこれを使って今5っていう攻撃を1個入れると5ポイント消費しますよって95になる、はい、で防御を1回入れましょう6万足消費したら89になる、うんうんうん、っていうような形でこれを消費して戦う
戦闘システムになっています。でこのアクティブポイントはパーティーキャラ3人、共用のものになってまして、うん、次のその女の子マナちゃんなんですけども、彼女もこういうふうに設定すると彼女も同じポイントを消費します、うん、3人目もそうですね。でこれら、ポイントをまず、どのような行動をするかというのを設定した後にこれを実行することで、ポイントを実際に消費して敵に攻撃を与えたり防御をする。あれなんですね、今5つ入れられるところがありましたけども、はいはい、あれ全部埋めなくてもいい？ですね、ここが戦略性があるところでですね、例えばですね、最大5個のコマンドを入れることができるんですけども、はい、これを全部入れ切ってしまうとですね、このターンで今あるアクティブポイントっていうのを、かなり使っちゃいますね、消費してしまうんで、次のターンでの行動が制限されてしまうことになるんですよ、うんうんうん、なので、次のターンでもそれなりに行動できるようなポイントを残しつつ、どんな行動を、うんうんうん、敵に対してしていくかっていうのを考えつつ、なるほど、プレイする必要があります。で例えば、まあ、今ちょっ と,、敵陸にいる敵っていうふうに下に書いてありますけども、はい、本当だ 陸に立っている敵っていうのには、地上の敵にはこの一夜君の剣の攻撃が効くので、うんうん、まあ、これは全部入れてあげよう、全部入れてしまいましょう。でこの弓の攻撃は陸の敵には効きにくいんで、この子はお休みで待機させましょうと。で次、この魔法使いの3人目の人は、まあ、魔法はどれにでも有効なので、うんうんうん、まあ、そこそこ入れていきましょうみたいな感じで考えて行動を実行すると。結構ガンガン減っちゃってますけど、あ、でもまた増えた。あ、これから減るのか。今減ったり増えたりしてると思います。してますね、こちらの行動によってポイントは一旦減るんですけども、敵が攻撃して行動することによって、増えます、うんうんうん、だから敵も同じような、アクティブポイントを消費しつつ、なるほど、敵が、まあ、どうすればその分自分たちに、増加があるっていう形で今倒しましたけど、ここに青い敵がいますけども、はい、この青い敵というのは安全な敵、まあ、安全というか今のアクティブポイント説明したポイントがですね、先ほどあの攻撃で5を消費してたと思いますけども、はい、半分の消費ですので、うんうんうん、敵になるんで、この敵の時は、たくさん使っても大して怖くない、無駄があっても怖くない、まあ、青い、さっき黄色い敵で、あのマークのいいところでヌエが出てきましたけど、青いマークでも同じヌエは出てくる。そうですね、あの敵のタイプ、戦闘のタイプを示しているものなんで、うんうん、同じ敵が出てきても、あのその中ではこのヌエはあの半分のポイントで戦うことができるねっていう形になります、うん、なるほど。先ほどの戦闘で、まあ、コマンドを入力したコマンドというのは、はい、リピートっていうところを押すと、もう一度同じコマンドを瞬時に設定することができたりもしますので、うんうんうん、これは周回に良さそうですね。そうですね、同じコマンドのセットで、倒せそうな時に関しては、うん、まあ、操作の方をショートカットして繰り返し遊ぶ。すごい勢いで AP が減ってますね。30秒ですね。まあこの場合には、手動に切り替えて、うんうんうん、待機を、待機をする、入れて、その分、あ、攻撃があってどんどん回復します。どんどん回復。あ、本当だ。ちょっとずつ回復してますね今。これ3人のうち全く、あ、今言ってるみたいに、はい、その今一夜だけセットして進めてるじゃないですか。はい、そうです。3人とも入れなくても大丈夫、まあ、3人ともっていうか、まあ、誰か入れなくても大丈夫、何も行動しない状態で、行動実行することもできます。敵にだけ行動させて、アクティブポイント回復するっていうこともできますし、結局あれなんですよ、そのちょっとミスをしてしまって、うん、AP がアクティブポイントがなくなってしまったっていう時には、うん、あえて敵に行動させて、AP を回復させるっていう戦闘スタイルを選んで進めていくっていうのも有効です。はい、はい、なるほど。いろいろと、まあ、今出ている情報、世の中出ている情報だと結構今って3人こうポンポンポンと並んで戦闘してましたけれども、ちょっと変わった視点で戦ったりするじゃないですか。そうですね、ボス戦は 3way 戦闘ってことで、
3箇所に分かれて遠距離、中距離、近距離で攻撃する、うんまあ、バトルするといった形になってますね、はい、かなり変わった絵作りというか今まであんまりないスタイルだと思いますね、うんうんうんはい、そこ見れたりしますかね見れない もうお見せしたいんですけどね、山々なんですけどもね、ちょっとですね、今日はちょっとご用意してなくて、中ボス戦は、まあ、視点は今と一緒になってしまうんですけども、中ボス戦は少しシステムがまあ違う部分があるので、はい、そこをお見せすることはできるんですけども、じゃあ中ボス戦をちょっと見せていただきましょうか、はいはい、ここ行っちゃって大丈夫ですかね、あからさまにまずいアイコンが、そうですね、真っ赤です。今これは中ボスですか。そうです、マップで見るとバツついてますけれども、はい、行くなっていう、行くなって死ぬぞってことですよね、まあ、両隣にあの宝箱があるのがありますね、気になるんですけれども、すごく RPG 風ですね、うん、行く前に取っとけみたいな、取っときますこれ取ってまた引き返してまた来るっていうのは、あ、全然ありです、うんね、とりあえずじゃあここかここかっていうのを分かっておいて、ね、ちょっと体勢整えてまた来ようみたいな、ダンジョン内を、まあ、自動移動じゃないですけども、その座標まですっと移動するシステムもありますんで、あ、便利ですね、そういったことを使って、まあ、一旦出てもう一回来るみたいなのもありですね、やっぱりセーブをしておきたいので、そうですよね、自分も、まあ、道ルートを確保してから、まあ、一旦帰りますよね、うんうん、でかいね、でかいですねこの新潟っていうのが中ボスですね、ほう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 、はい、メガネさん気にしてらっしゃる大きいやつは1型と呼ばれています、うん、1型、はい、ビルの上にドーンっているような、はい、ではこれさっきの×印の中ボス、はい、ということなんですけれども、名前はオロチ、オロチですね、はい、もう見ての通りですね、オロチですね、いや、またあるのかなっていう、ありますね、ボス戦になるとですね、はい、敵の体力ゲージが出てきて、うん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 、敵がどのぐらい今体力があるのかっていうのを見ながら戦うことができます。下のゲージですか？そうですね、はい、まあ、ちょっと殴ってみましょうかね、うんうんうん、ボスの少し慎重に、ね、この女の子は回避、この裾がヒラヒラしてるところがすっごい僕さっき気になるんですよ。これですか？うん、これは多分角度変えても見えないと。ダメですか、ね、そうしても見えないですから、ダメですか、ね、すっごい気になるんですけど、この先の主人公のキャラも何かこういうのあるのかなっていうのが気になるところですね。すごい強くないですか、負けるかもしれないですかね、うん、右の上になんか新しいものが出てる。あ、本当だ。あ、なんですかこの赤い SBM。それ言っちゃいけないものなんじゃない？ちょっと詳細は言えない。ちょっと言えない。詳細まで言えない。今後の紙面だったり、うん、記事を。あらあらら。それあれば勝てる。あれば。それがあれば勝てる。あれば勝てる。あれやればな。が、まあ今はできない。今はできない。今はそれだから。50あるから。勝てる。勝てる。勝てる。いけるいける。女の子ずるいです、ね、あ、でちょっと下の方のゲージが減ってるのが体力ゲージが、そうですね、そうです、結構果てしないですね、今は結構殴ったんですけど、ね、そうですね、攻撃攻撃攻撃ってずっとしてて、もう22ですからこっち、うん、強化してない状態でしょ今、そう、だから多分ちゃんと強化してればもう少し戦えるんじゃないかなと、いい武器を手に入れて強化してレベルも上げればいい戦いができると思います。あ見るからにピンチですよね。ああ、でも回復した。はいはいはい。結構回復はジャブジャブできるはずなんですが、うん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 、やっぱり敵の方の火力があると畳み込まれてしまうので、うん、回復も AP を消費して回復するんですよね、攻撃と同じく。まあ、ここはまあちゃんと強化して、ね、であれば、耐えると。コツコツしっかり進めれば勝てるっていうバランスにはしっかり調整してありますので、
ディレクターはプレイが下手みたいなんですよ。いやだってそこ勝っちゃう、勝っていいの勝っていいの縛りプレイ、僕もずっとヒラヒラしか見てないですけど。ただ申し訳ないけど、多分この今の強化具合だと勝てないかもしれないですけど、うん、解放されるいくつかのシステムがもし実装されれば、そうなんですよ ね, すね、いくつかあるんですよ、いくつかある。なるほど、まだちょっとまあここでは言えないですもんね。それ以外にも、意外にもあるんですよ、いくつかある、ね、なるな。なので決して退屈しない作りになっていると思います。力押しだけでもなく、そうですね、ザコの場合はまあ、リピートもそうですし、うん、ボタン入力にしたのはコマンドを悩まなくて覚えてれば、うん、連打すれば終わるっていうサクサク進めるっていうところをやってるんですけども、うんうんうん、まあ、ボスはやっぱりいろいろ戦略を考えるというところになりますね、うん、はい、それでは、今回ちょっと特別にスリーウェイ戦闘の触りというか、はい、まあ、その感覚を掴んでいただくために出していただきましたが、これはどういうシーンになるわけなんですか？どういったところのシーン？こちらはですね、3つのポジションから、はい、巨大な敵を攻撃するっていうシチュエーションになっているんですけども、今この敵を見ているこのシチュエーションっていうのは遠距離、遠距離シチュエーションになります。うんうんうん、敵からですね、大体ですね3キロから5キロぐらいの距離。あ、結構離れてますね。でこちらのキャラクターは当然遠距離なので魔法攻撃、うん、遠距離攻撃で攻撃するっていうシチュエーションです。敵からの攻撃は飛んできにくいんですけども、うん、中衛、頭筋、前衛ですねっていうのがしっかりこの子が持ってあげないといけないみたいな形の。あ、こっちに攻撃も来たりするんですか？はい、来ます。来ます。漏れると来ます。なるほど。はい、で今ちょっと場面変えてしまいましたが、はいはい、こちらが中距離ですね。敵まで150から200メートルぐらいの、ね、距離感というところで、こちらも中距離なんで、近接攻撃は届かない、まあ、弓とか、投擲武器とかそういったもので攻撃するっていうシチュエーションですね。なるほど、投擲弓で戦うんですね、ここから。先ほどの遠距離よりも攻撃が飛んで、敵の攻撃が飛んできやすいシチュエーションなので、うんうんうん、結構避けつつも戦わなければいけない。そうですね、この大きさの敵と戦っていると大体なんか降ってきたりしますよね。まあそうですね、ちょっと危ない場所に危ないですよね。一番危ない場所にね、うん、一番後ろにいる男の子の方がなんか殻がたい良さそうなのに、なんだろう、一番後ろに。まあ得意分野が、まあそうですね、得意分野の魔法ですからね。まあ、魔法使いもここから攻撃できないのっていう話は、まあ、言わない。はい、はい、この後近距離をお見せしたいんですが、ちょっとですね、その近距離が、この、うん、まあ、戦闘の主人公 のポジショニングになるんですけど、まだ一夜君がまだ、主人公として加入してない時期の、なるほど、戦闘になってますんで、じゃあまあとりあえずこれはここまでという。そうですね、そちらは他にご紹介している、まあ、サイトだとか、はい、雑誌とか、まあ、電気オンラインでも写真載せてますんで。はい、それではあたかさんにゲーム画面の方を見せていただきました。ありがとうございます。ところでこのレイギュアントなんですけれども、発売日とも決まっているんですよね。あ、はい、発売日決まりまして、はい、7月30日、木曜日の発売になってます。はい、そしてですね、今回初回封入3大特典というのをですね、ちょっと豪華に用意してまして、まず1つ目、はい、ですね、今回、本作のですね、楽曲を、手掛けていただいてます、神保直樹さんの、楽曲全41曲のですね、オリジナルのサウンドトラックデータを手に入れられるという、はい、ことになってます。はい、で2つ目に、まあ、今作レイギアントのゲーム内で利用できる便利なアイテム、こちらがダウンロードできるものになってます。はい、そして3つ目、レイヤーの本作のですね、デザインのオリジナルカスタムテーマ、この3つがですね、手に入るプロダクトコードを、はい、初回版には封入させていただきたいなと思っております。はい、なるほど。この楽曲は今公式サイトの方でも、そうですね、楽曲はですね、公式ホームページの方で4曲だけ聴、はい、けるようになってますので、はい、ぜひ聴いていただければなと思ってます。今この流れてるのも、そうですね、この視聴できるわけです。そうです、非常に素晴らしい曲ばかりなので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。はい、それでは水戸さんに、
紹介していただきました、初回封入3内特典、非常に期待大ですね。ということで、この紹介動画 もう最後ということになりまして、ここにお三方に、最後コメントいただきたいと思います。それでは水戸さんお願いします。はい、本作はですね、バンダイナムコエンターテインメントとエクスペリエンスさんが初めてタッグを組んだ、全く新しいストーリー誕生 RPG です。ぜひ、楽しみにしていてください。はい、今回ですね、バンダイナムコさんと、協力して作ったことによって、今までとうちで開発した誕生 RPG とはかなり、違う面白いタイプのゲームが出来上がりましたので、ぜひ楽しみにしてください。はい、はい、レイガントただいま開発の方も、大詰めに入っております。スタッフ一同、頑張って開発進めてまいりますので、ご興味をお持ちの皆さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。僕もですね、個人的に非常に楽しみにしているレイガントの発売を皆さんもご期待ください。以上ですね、バンダイナムコエンターテインメントと、エクスペリエンスの開発陣による、レイガント紹介動画でした。それでは